今日は新しい家族を紹介したいと思います。犬でしょうか、猫でしょうか、人間でーすって、猿でしょうか。ママにんにゃー、ママにちわわー、チチプーン、ママにんにゃー、ママ、みんなこんにちは、エマタンです。カメラもっと近づけてあげて。エマタン、みんなヤッホー、はじめまして、エマでーすって。よし、エマちゃん、みんなとお話ししようじゃん。ちょっとお姉ちゃんと一緒に座って聞いていてね。お姉ちゃんのね、赤ちゃんなんだけど、10ヶ月待ってね、やっと生まれたの。5月2日にね、生まれたの。エマちゃんって言います。みんなよろしくねーって。かわいい。いつだっけ、陣痛だっけ、なんか陣痛の時になんかみんなからね、たくさんメッセージをね、もらったんだって。インスタストーリーとかね、あとね、あれも載せた、マタニティフォトとかにたくさんコメントとか、そう、たくさんみんなからのコメントとかメッセージをね、もらったらしくて、それは私にも言ってきたんだけど、本当にみんなありがとうございます。無事エマちゃんが誕生しましたね。よかったらチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。あとインスタの SNS のフォローもお願いします。お姉ちゃんのインスタにめっちゃエマタン載ってるもんね。お姉ちゃんのインスタからエマタンの写真をね、みんな見てほしいねってね。ビログするもんね。パパとママいいって言ったもんね。おばちゃんになった感想は？おばちゃんなんて言わせないもん。コメントあったんだよ、男の子ですか女の子ですか、お名前は、名前何になったんですかって。エマにした理由は、はい、どこから撮ったかというと、はい、フレンズの中に出てくるジェニファー・アニストンが演じる、うん、あのレイチェルのロスとの間にできた子供の名前がエマで、かわい、そんな響きが可愛いからエマにしました。まさかの他の理由は後付けでした、他の理由は、他の理由は、 でもそのエマに、フレンズは私にとってもあれだから、すごく意味のある番組だから、その中から撮ったのはちょっと思い出があるんだって。なんか、ね、あるんだよね。でも漢字をつけたのはパパね、パパ、うん、説明して。ご飯食べてる。そうです、笑顔でいっぱいになるようにエマにしたんだよね。エマちゃんのお部屋はね、後ろにあるのがね、エマちゃんのお部屋なんだよね。まだ完成してないけど、みんなだからエマたんよろしくって、家族増えたよって、これからいっぱいビログするから見てねって、挨拶してみんなにバーイ。今日の動画見てくれてありがとう、 次の動画もぜひぜひ見てください、見てくださいって、バーイバーイバーイって、お手手やだバーイ。やったね、またすごい奇跡起きたわ。奇跡だね。